ピンそのままでいいんですか？何もいじらなくて大丈夫ですか？今オートになってる？今は分かんない。今オートだ。これじゃボケるんですか？遠くでやればいいけど、前のやつよりは食いつきいいはずなんだよ。前のはかなり食いつき悪いからマニュアルで撮ってた。
軽いね、やっぱり軽い軽い軽いし、芯も通るし、なんだろうね、やっぱベルト駆動が一番いいのかな。時代はベルトっすね。なんだろうな、なんだろうな、レベルギアの効率の良さもいいんだけど、信頼性がいまいちなんだよな。飛んだら終わりだからね。MSH プロトス見たろ。ん？ MSH はついてないよ。XL パワーか。今はついてないんだよ。マフラーはマフラーコープ。ん？マフラー工房のやつかな。